港区近辺を通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせをしております。本日は私たちは品川プリンスホテル内におきまして、外国政党自民党を追及するため抗議の声を上げてまいった次第でございます。今自民党政権に代わりまして、領土問題、拉致問題、日米安保体制問題、数々の外交問題を抱えている日本の中で、竹島、北方領土、尖閣諸島、さまざまな領土問題を抱えている日本のまさに自民党が一番先にやらなければならない課題、こういったものが挙げられております。しかしながら現在の安倍政権は経済、これに特化した政策に重視し、本来竹島、尖閣諸島、北方領土、こういった領土問題を喫緊の課題としてやらなければならないにもかかわらず、未だ解決することができておりません。そんな中におきまして、目の前にございます総統州の総務長、我々は昨年総統州の人間が韓国が不法占拠している日本の固有の領土である竹島に不法に上陸をした、総統州の人間が韓国経由で竹島、この島に上陸したことに対して抗議の声を上げております。現在韓国と日本の間に領土問題というものがある、李承晩ラインなるものを引いて、それ以降50年60年日本の領土である竹島を不法占拠している韓国、我々は常にこの韓国に対しても抗議の声を上げております。来月2月22日は島根県が平成17年に定めた竹島の日となっております。この平成17年の日から遡ってみると、多くの自民党の議員をはじめ国会議員が島根を訪れ、そして竹島の日に関する政府の式典、島根県の式典、これに出席をしておりますけども、いまだ帰ってくることがない、そういった中で目の前にございます総統州のビル、この中に、総統州の中に一戸商工という青森の雲昌寺、ここのクソ坊主が竹島に韓国経由で上陸したことに対する抗議活動であり、我々がなぜこの日曜日の閑散としたお昼に大きな声でマイクで訴えなければならないのか、近隣の皆様、ぜひご理解ご協力のほどお願い申し上げます。私たちは本日自民党の党大会に合わせまして、品川のプリンスホテル前において自民党の現在の政策や自民党議員の発言行為に対する抗議の声を上げてまいりました。その中に領土問題、いわば竹島問題、そして中国の尖閣諸島、毎日漁船がやってきている問題、またロシアが戦後ソ連という名のもとに不法占拠してきた北方領土、南樺太、千島列島、こういった領土問題が戦後60年70年経とうとしている現在においても一向に解決されることがなく続いているわけであります。その解
結されていない日韓の間にあるこの竹島問題、これに際しまして、目の前にある東京グランドホテル、この中にある総統州、総務長、これらに対して我々は抗議の声を上げております。竹島は日本固有の領土であるという日本国の意見、いわば日本国の主張を無視するかのように、竹島に韓国経由で上陸したわけであります。この青森の雲昌寺、青森の雲昌寺曹洞宗でございますけれども、この曹洞宗、総本山である永平寺、そしてこの東京グランドホテル中にある曹洞宗総務庁、これに対する抗議活動である。近隣の皆様、大変お騒がせをしております。大変申し訳ございません。私たちがなぜこのように日曜日のお昼から閑散としたこの港区の街においてこのような主張をしているのか、ぜひご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。竹島に不法上陸をした曹洞宗の青森雲昌寺の一戸将校を処分しろ、これを日々訴えている次第であります。曹洞宗の総務庁の周辺の住民の皆さん、ちょっとひとまずお時間をいただきたいと思います。これ皆さん、我々日本人の国益主権に関わる問題なんですね。現在この曹洞宗という宗教団体は皆様もご存知の通り、税金の免除でも我が日本国政府からこれ減免されておられるんですよね。宗教法人等名の下で我が日本国において税金が免除されておる、そういった恩恵を受けた宗教団体が宗教活動を逸脱し、我が日本国の主権に関わる竹島は韓国の領土だと主張する曹洞宗の住職が、果たして皆さん、これ宗教活動ですか、政治活動ですよね。だったらなぜ曹洞宗は政治団体として税金を払うべく立場に立たないんでしょうね。税金は払いたくない、宗教団体として存在していながら政治活動を堂々と行う、これこそ宗教法人法に言わせる逸脱した法律違反の行為でないでしょうか。このような宗教団体をのさばらせば我が日本国の国益主権はますます脅かされます。日本国で恩恵を受けながら我が日本国の領土を韓国の領土だと主張するような宗教団体を我々日本人は認めてはならない。これは可愛い子供孫たちへの我が日本国の領土を守るため私たち大人がやらなければならない問題ではないでしょうか。それを宗教団体の我が国の国益を損なうような活動をする、これ一種の皆さんオウム真理教と変わりないよね。あのオウム真理教は麻原彰晃をいわゆる天皇という存在に置き、我が国の皇室を解体を目論んだ宗教団体でございます。これと同等、我が日本国民の固有の財産である竹島を韓国の領土だと主張するような宗教団体を皆さん、我が日本国政府の中において税金も免除され優遇を受けておる、これはちょっと皆さんおかしいんではないんですか。曹洞宗はなぜこの住職を追放あるいは
破門しないのでしょうか。現在この竹島に不法に上陸し、大声で竹島は韓国の領土であると豪語した住職は未だに曹洞宗の看板を背負い宗教活動を行っております。宗教団体というものは皆さん、いわゆる悟りを開くために、宗教活動のいわゆる普及活動を行う、これが目的であるから税金が免除され優遇を受けているんですよね。でも我が日本国の竹島を韓国の領土だとほざいて運動するような宗教団体が、果たしてこれ税金の免除とか恩恵を受けていいんでしょうか。反日活動という名のもとで宗教団体がこのような自由のような活動をすれば、我が国の宗教活動家は全て曹洞宗の要因によって問題視しなければならない。中には我が国で本当に宗教活動に専念されておる団体もございます。でも曹洞宗という名のもとで、宗教活動という名のもとで我が国の国益を損なう、我が国の領土を韓国の領土だと主張するような宗教団体を、皆さん、果たして我々日本国民は許していいんでしょうか。いまだに曹洞宗は私どもの質問状に対してきっちり明確にこの住職の処分を明らかにしておりません。闇から闇へ葬さろうとするこのようななおなりの対応で我が日本国の主権国益を守ることはできないと私どもは考えております。どうか曹洞宗の皆さん、宗教活動を逸脱し曹洞宗の名を汚すような住職を未だに野放しにするということは、曹洞宗は元来宗教団体ではなく我が日本国の領土韓国に売り渡そうとすることが目的で立ち上げた団体なんでしょうか。そのことをどうかはっきりしていただきたい。私たちは曹洞宗のいわゆる宗教活動にとやかく言ってるんではないんです。あなたの名前で、曹洞宗の名前で韓国で、竹島は韓国の領土であると住職の立場で主張したことに対し問題提起させていただいております。曹洞宗は禅の修行で悟りを開くと言っております。しからば曹洞宗の禅の修行をすれば我が国の領土韓国の領土だと主張するような、これが悟りなんでしょうか。どうか曹洞宗の総務長の諸君よ、今一度考えていただきたい。あなた方の悟りは我が日本国の主権、我が日本国の領土竹島を韓国の領土であると主張することが禅の行くつくいわゆる悟りなんでしょうか。曹洞宗の住職諸君、改めて考えていただきたい。先週念仏、宗教団体としての使命を忘れ反日活動に専念するような住職を未だに何の処分もなしに曹洞宗に君臨さすということは、曹洞宗は自ら我が日本国の国益主権を奪ういわゆる邪教集団であると、これ認めたと言わざるを得ません。このままいけば曹洞宗が竹島どころか尖閣北方領土までもが他国の領土であると主張しかけない危惧を抱いておるわけでございます。曹洞宗の僧侶の諸君、改めて考えていただきたい。君たちの禅の修行は何であったのか、禅を捨て何を開いたのか、今一度宗教団体としての存在価値を新たに考えていただきたい。今回私どもはこの曹洞宗の名のもとで
竹島は韓国の領土であると豪語した住職が何の処分もされていないことに対する抗議でございます。もし曹洞宗が反日組織反日団体であるというならば、それでも結構、今すぐ宗教団体を解散し政治団体として活動していただきたい。これが曹洞宗の内部存在価値ではないでしょうか。宗教団体という名のもとで国民の目をそらし、己の住職は反日活動に宣伝し、挙句の果てには我が日本国の竹島の領土不法に上陸した上、竹島は韓国の領土だと曹洞宗の住職の名前で叫ぶような、こういった行為が宗教活動と果たして言えるのかと、曹洞宗は改めて考えていただきたい。そして明確に我が日本国民の主権国益を損ねたことに対し明確に回答していただくよう切にお願い申し上げます。この問題は私たちにも利害関係が発生しております。皆さん、竹島は我が日本国民の財産なんです。我々日本人が皆曹洞宗のいわゆる売国行為によって迷惑を被っておる。だったら曹洞宗は利害関係者である我々国民に明確に説明すべきではないでしょうか。何も関係もない利害もないような問題を提起してるんではございません。曹洞宗のホテルが安かろうが高かろうが、そのような問題を提起してるんではございません。我々国民に直接利害関係のある竹島は韓国の領土であると主張したこの根拠と、そして明確に国民に説明していただきたく、こういった形で訴えさせていただいております。私どもは当初2回にわたり曹洞宗とは書面にてやり取りを行いました。でも最終的に曹洞宗は回答はできないという返答でございました。やむを得ず私どもはこの曹洞宗の総務長の前で抗議の声を上げなければ我々日本国民の主権を守ることはできない、やむを得ずの抗議行動でございます。どうか曹洞宗の近隣の都民の皆さん、どうかご辛抱ご勘弁いただきたい。私は大阪からはるばるやってきました。私は大阪で活動しております。日本民族行動会議曹洞宗とは2回にわたり 去年文書にてこの問題やり取りしました。結局曹洞宗の回答は処分ができない、それ以上は回答ができない、こういう答えでございました。しからば皆様方の大事な財産である竹島を守るために声を上げなければならない状況に陥ったわけでございます。その点だけどうかご理解をしていただき、私どもは曹洞宗に対してこの反日活動を宣伝し宗教活動を逸脱したこの住職が曹洞宗がどのように処分をするのか、これをきっちり見届けるまで厳重なる抗議を継続して行いたいと考えております。この問題は我々国民一人一人の直接に利害関係が発生する重要な問題でございます。その点だけどうか認識をしていただき、本日はこれにて終了させていただきます。しばらくこの場にてこういった活動が続くと思います。でも私どもは曹洞宗が明確に国民に対して我が国の主権を脅かした皇居を観光した住職の処分をどのようにするのか、やっぱりきっちりと説明すべき立場の宗教法人であると考えております。オウム真理教のようなデタラメな宗教団体、既成宗教団体ならいざ知らず、曹洞宗という看板の中で反日活動をすればどれだけの影響力があるかということを今一度曹洞宗の皆さん
考えていただきたく、問題提起させていただいておる次第でございます。本日は以上、ご清聴ありがとうございます。